ばんは。全国外国人雇用協会留学生就職学院の合田千佳です。ただいまから第25回有力企業就職ライブ東京編をお送りさせていただきます。留学生就職学院では毎日有力企業就職フェアというイベントを開催しています。そこでは毎回30社ぐらいの企業さんの求人情報を皆さんにご案内して、その中から好きなものを選んでいただいて面接にチャレンジしていただくというイベントですけども、なかなかね東京まで来れないという方もいらっしゃいますので、オンラインで開催させていただいています。このオンラインの方はですね毎週日曜日の配信となります。そしてリアルイベントでは毎回30社ぐらいご案内していますけども、オンラインの方はその中からピックアップして4社から6社に限らせていただいておりますので、もっとたくさん知りたいという方はぜひ、時間をとって東京の方までお越しください。そしてですね、大阪と名古屋の支店でも、就職フェアを今開催しています。で東京のように全部を、順番に説明するということはしてませんけども、支店の方のスタッフが、今こういう仕事ありますよと一応全部ねご案内をすることができますので、大阪支店と名古屋支店に近い方はそちらの方のイベントに行っていただいて結構です。はい、それではですね早速今日の1社目ご案内させていただきます。こちらは行政書士法人ですね。まあ、英語圏の方ロイヤーとかいう言い方されますけども、日本の場合弁護士さんと、行政書士さんと細かく業務が分かれてまして、ロイヤーと一般的に言う時の弁護士さんとはちょっと違うんですね。行政書士というのは、皆さんにとっての大事なビザのことを、専門にやる、人たちです。でその事務所で、ビザの申請のお手伝いですね、それからお客様の相談に乗るコンサルティング、こういったことをする方を募集しています。場所は神奈川県横浜市になります。横浜は東京から49分ぐらいのところですね。最寄り駅が横浜じゃなくて新杉田というところになります。新杉田は東京から49分ぐらいのところです。でここはですね行政書士さんはさっきビザのことをやるというふうに言いましたけど、実はいろんな業務を本当はやってらっしゃるんですね。申請関係の外国人の方にとってはビザが申請って言いますけど、日本人もいろんな免許といいますかこういう業務をやりたいという申請をしなければいけないものが結構いろいろあるんですけども、そういったものを手伝ってる行政書士さんいっぱいいられます。いらっしゃいます。ただここの行政書士さんはそういう日本人向けのいろんな申請業務をやるんじゃなくて、外国人の在留資格、この申請業務だけをやってらっしゃるところなので、在留資格についてはすごく詳しいと思います。でそういうところで、まあ、ビザに関するコンサルティングのお手伝い、それから当然、翻訳通訳ですね。お客様は全部外国人ですので、外国の方と話すときは母国語あるいは英語というものを使って、それから日本語で書類を作成する。でその書類の内容は在留資格ビザに関することなので、ビザの知識も持っている方を今回は募集されるということです。面接は8月10日火曜日5時です。こういった仕事に興味がある方、ビザについてはね詳しいよという方はぜひご応募ください。1名募集となっております。はい、それから次ですね、こちらは、コンサルティング、こちらもコンサルティングをされている、会社さんですけども、ここで事務と管理のお仕事の募集です。でこちらはですね行政書士さんではないですけども、特定技能の登録支援機関ですね。こちら、登録支援機関業務をされてますので、特定技能に特化していろんな申請書類の作成、それからお客様との相談の、コンサルティングというお仕事になります。場所は東京の千代田区、最寄り駅は神田駅ですね。東京の一つ隣の神田駅、そこから徒歩5分のところですのでとても便利だと思います。登録支援機関において特定技能をやりたい外国の方の相談を受け付けたり、入管に申請をしたりということになりますので、やはり在留資格制度、特定技能と技術人文知識国際業務はどう違うのかといったところなどね、知識が必要になりますので、そういったものをすでにお持ちの方募集ということです。
それから日本語はビジネスレベルが必要、あとは英語とかね、中国語、ベトナム語、まあ、母国語ですね、これができればいいと思います。入管に報告業務がありますのでね、一応いろんなレベルが問われると思います。面接は12日木曜日の5時となっています。よろしくお願いします。こちらも1名ですね、募集1名です。次のお仕事3番目はね、内装業務です。1番2番はちょっとレベルの高いお仕事になりました。でこちらはどちらかというと、体を使った、部分も多いので、これ仕事自体はねハードなところもありますけども、日本語ということに限って言うとそんなに高いレベルは求められないので、日本語で書類作ったりはちょっとできないよという方はこういうお仕事を、おすすめします。こちらはね内装関係ですね、建物の中を、いろいろ仕上げていくお仕事になります。場所は東京の大田区ですから、東京都内でとても便利だと思います。品川からたった9分のところにありますね。蒲田からもすごく近い場所です。雑色という駅ですね、はい。でこちら建設業者から内装仕上げ工事を受け負って、その部分に特化して作業する。だから外ではないし、内装なのでね、別に外の高いところに乗ったりもしないので、こういう仕事の中ではやりやすいと思います。ですで今ミャンマーの実習生の方も働いてますので、ミャンマーの方はね通訳といった業務もあるかもしれません。で他の国の方もね、外国の方に対する指導というお仕事もあると思います。面接は8月13日金曜日の2時です。あ、こういう仕事ならできそうだと思う方、ぜひ、お越しください。2名募集です。次は IT のお仕事です。 IT はね今、なかなかね求人がないんですね。IT 業界さんもあまり実は今余裕がないところが多くてですね、忙しいのは忙しいんですけど、忙しいからこそすぐできる方ね、何も知らない方に教えるという余裕があまりないということです。でこの会社さんも今とっても忙しいので、すぐ来てすぐ働ける方、まあ、すぐっていうのは在留資格の変更が必要だったらその分は全然構わないんですけど、入社したら自分で、言われたことが、システム的にすぐできるという意味ですね。だから学校で勉強したけどあまり教えてもらわないとできないという人はちょっと難しいかもしれません。ある程度自分でこういうプログラム組んでって言われたらできるとか、設計図見たらそれの、プログラミングを考えられるとかですね、そういう人を求めているようです。勤務地は東京の台東区浅草駅ですからね、皆さんもよく知ってる浅草ですね。上野から5分、すごく便利ないいところです。で、業務システムの設計とかシステム開発を行う人たちと、それからサーバーとかネットワークね、そっちの方も募集してますので、サーバーの知識あるよとかね、 Linux できるよ、 Windows サーバーもできるよというような方は、それをアピールしていただいたら採用されるチャンスがあると思います。今事業規模拡大計画中なので人は欲しい、だけど、忙しいのであんまりね手取り足取り教えてられないので、知識が豊富な方、自分である程度できる方を募集しています。8月16日月曜日2時です。 IT の知識いっぱいあるよという方ね、ぜひチャレンジしてみてください。2名募集です。はい、次はですね、塗装と書いてありますね。塗装は、このオンラインでも何回もご案内してますけども、建物の壁とかにねペンキとか薬品を塗るっていうのを一般的に塗装って言いますけど、実は建物ばっかりじゃないんですね。色とかコーティングすることを塗装って言いますので、こちらはですね商品に塗装をします。 3D CAD を使っていろんな商品を開発して、その仕上げにね色を吹きつけたり、なんか機械で塗るのかよく分かりませんけども、工場の中での仕事ですね。商品に対する、塗装となります。場所は神奈川県の秦野市です。新宿から1時間11分、小田急線で1本ですからね、便利な場所だと思います。そこにある工場で働くことになります。でここはですねアウトドアの薪ストーブ、などを開発してる、商品の設計からやる、企画設計をやって実際に作って最後の仕上げに塗装をすると、その最後の仕上げ部分を今回募集する人が担当するということになります。で、ベトナムのホーチミンに工場と事務所があって、
それからベトナムのダナンに支店があるということですね。ベトナムの方ですからすごくチャンスです。工場で働ける、そして、工場がベトナムにもあるという会社なのでビザも取りやすいと思います。面接は8月18日水曜日2時です。ぜひね、ベトナムの方、もちろん他の国の方もいいですけども、特にベトナムの方はご応募お待ちしております。よろしくお願いします。1人から2人募集、お給料22万から30万だから結構ね、いいと思いますよ。今日は以上ご案内させていただきました。受けてみたいなという方はですね、ぜひチャンネル登録をして、それから、メールまたはお電話でお申し込みをください。リアルでやってます就職フェア、有力企業就職フェアに来ていただいても結構です。で、有力企業就職フェアに来ないで直接面接を受けたいという方はこのお申し込みをお願いします。で、面接はですね、社長さんとの面接になるんですけど、それはオンラインではなくて、この、留学生就職学院の東京本店で行います。社長さんたちも皆さんここに来てくださいますので、ここで直接ねフェイス2フェイスでの面接となります。大阪支店、名古屋支店が近いという方はその支店に来ていただいたら、東京本店とオンラインでつないで、大きなテレビ会議システムでね、本当に目の前にいるみたいな感じで面接できますので、大阪支店、名古屋支店から受けることはできます。ただ皆さんそれぞれの自宅からね、オンラインでとかズームでっていうのはちょっと対応してないんです、基本的には。で、どうしても私だけそれやってくださいという方はメールお電話でご相談ください。特別対応を考えます。はい。それで皆さんにお願いですけども、面接の予定はね、どうしても変わる場合があります。社長さん方は忙しい中をわざわざここ、ね、留学生就職学院の東京の方本店まで来てくださいます。だからそのためのスケジュール調整をして、何月何日何時に来ますよっていうふうにやってるんですけど、どうしても急な予定が入ったとかですね、なんか事故に遭ってしまったとか、いろんなことが起きますので、変更になることもあります。ですから、予定で面接を受けるって決まっても、その日変更がないから家を出る前にぜひね、お電話いただいたらいいと思います。で、メールでご案内するサービスもありますので、有料なので、ご自分でね、お電話でご確認いただいた方がいいと思います。で、リアルの有力企業就職フェアイベントは毎日やっています。土日祝も関係なくやっています。月水金は11時、火木土日は2時です。毎回ね、20から30となっていますけど、今ほとんど30社以上ご案内しておりますので、ぜひお越しください。よろしくお願いします。東京本店は JR 神田駅から徒歩5分のところにあります。 JR 神田駅は東京駅の一つ隣です。で、名古屋支店は、JR 名古屋駅から徒歩5分の場所にあります。大阪支店は JR 新大阪駅から、徒歩3分の場所です。こちらの方が近いよという方はこちらに、お越しいただいても結構です。それではね、皆さんのご応募お待ちしています。よろしくお願いいたします。さよなら。